はい、おはようございます。池田です。さあ、今まで人生の中でどんな自転車乗ってきたのかなっていうのを振り返ってみるシリーズの、動画になります。この動画は今まで自分が乗ってきた自転車ってどんなものがあったんだっていうのをですね、一旦まとめましたので、それをですね、雑談というか、そんな感じで喋って記録に残していくという動画になっております。で、前回その2まで、撮ったんですけども、サーリーのクロスチェックに出会ったというお話まで撮ったんですけども、今回は、その続きと、なります。では、よろしくお願いします。行ってみます。ではですね、お話しいたします。またちょっとまとめているのをちょっと見ながらですね、はい。人生で14代目となりました、サーリーのクロスチェックという自転車ですね。で、これは展示会で、サイクルモードで見て、その存在を知ったんですけれども、それで調べていくとですね、こう自分の使い方というか、遊び方にぴったりと当てはまってですね、ほんですぐ、手に入れてしまったと。で、それはですね、もういろんな転換点の一つになった自転車なんですよ。っていうのが、それまでの自転車ってあんまりカスタムしてなかったんですね。完成車で買ったら、自転車屋さんが組んでくれてたんですけども、それ触ったらいかんのじゃないかと。なんかこう、もう最高のセッティング状態になってるのを自分が触って壊してしまったら、こりゃいけんなと思って、ほんで、全然もう触らんようにしてたんですよ。なんでブレーキがちょっと音が鳴っててもですね、いつか治るやろうと思って、そのままほったらかしにしてたりとか、治らないんですけど、してたんですけども、そのクロスチェックっていうのはですね、コンセプトが自分の好きなようにいじってくれと。で、好きなパーツをつけて好きなように遊んでくれ。っていうやつやったんです。で、それまで乗ってきてたのがですね、またちょっと違った、ちょっと軽くとか、レースでみたいなやつやったんで、ちょっとコンセプトが違っててですね、本当はそのコンセプト通りにちょっと遊んでみようということで、パーツを自分で交換し始めたっていうのが、結構な始まりですね。で、いろいろですね、もう壊す勢いで やってたっていう感じです。その頃に、ホイールを自分でこう作ってみたり組んでみたりとか、タイヤ交換してみたり、パンク修理もですね、どんどんやり始めて、で、今までは一つの工具ツールでやってたんですけど、いろんなツールをちょっと試してみたり、ブレーキ、感知ブレーキやったんですけど、V ブレーキに変換してみたりとか、ディスクホイールっていうんですかね、クロスチェックにディスクホイール僕つけてたんですよ。なんていうやろ、円盤型のホイールですね。で、それでロードレースにちょっと参戦してみたりですね。それで鈴鹿サーキットも、走ってましたね。あれいつやったかな、シマノのレースやったかな、エンデューロレースみたいなのにも参加して、たりやってました。で、もちろんそのキャリアも、装着できてたので、できるっていう自転車なんで、荷物乗せてですね、で、バック、サイドバックつけて、キャンプセットも買って、ツーリングに出かけると。その時に初めてテントを積んだ、キャンプツーリングっていうのを始めた感じですね。はい。で、友達と一緒にですね、石見銀山っていう、銀山にちょっと旅行に行ったり、公園で寝泊まりして、冒険に出かけてたわけですね。で、お風呂にも入らずも、汗だくになりながら、ようやく着いた温泉で、癒しを得るというかですね、そんな感じで、楽しめてた、自転車になります。で、このサーリーのクロスチェックって、変速機もですね、いろいろ変えてですね、手元で変速する STI レバーのタイプとか、バーエンドコントローラーとか、ダブルレバーとか、ステムのコラムのところにつけるレバーとか、いろんな変速レバーを試して、ました。で、サードパーティーといいますか、純正じゃないんですけど、変速機、互換性のない変速機を使えるようにするみたいなパーツも
試してみたりしました。例えばロード用の、シフトレバーでマウンテンバイクのリアディレイラーを動かすにはどうしたらいいかとか、ショートリーチのブレーキレバーでロングリーチの V ブレーキ引くにはどうしたらいいかとか、なんかそういうなんかいろいろな、本来互換性のないものを互換性をあるようにするパーツみたいなのも、もう徹底的にですね探って、いじり倒していってたわけですね。でその時に、自分のフレームをペイントするっていうのもやってました。なんで僕サーリーのクロスティックで最初ブラックやったんですけども、それどうなったかな。ですね、自分で剥離してで緑、濃い深緑ですね。で緑、茶色、ローカラーになったんかな最後。でもう一回緑に戻すっていうですね、そんな感じで自分でペイントをしてました。ほんでペイントもですね、あのスプレーでシャーっとこうペイントを、するラッカー の, あのスプレーでやってみたり、剥離剤もですねいろいろこう試してみたりして、まあ、手をピリピリさせながらですね薬品がかかっててピリピリしてもいってわーとか言って言いながらあのやってましたね。でなんか普通のこういうペイントつるっと、した綺麗なペイントじゃなくて、あのフェリーの, あの塗装って結構ペンキで塗ったような塗装が多かったんですけども、ああいう塗装をやりたいなと思ってペンキでちょっと塗ってみたりとかですね、まあ隅から隅まで吸い尽くすぐらいの勢いで、クロスチェックをもう堪能していったという感じですね。はい、それが、サーリーのクロスチェックの遊んでた感じです。で、そうこうしていくうちにですね、次の自転車、第15代目なんですけども、友達がですね、スケートボードを始めてたんです。で、スケートボードってこう、同じ公園の中でずっと遊べる自転車で、自転車じゃない、遊びで、なんかこう公園の中で楽しんでて、特に遠く行くわけでもなく、身近なところでさっと楽しめて、すっと帰れるというのがですね、すごい魅力的に思えて、で、あ、これって自転車でもあるんちゃうかと思って、手に入れたのが BMX やったんです。それがですね、ハローの名前がですね、確かミッドウェイ。やったかな、シルバー色の、BMX を買ってですね、でウィリーとか、なんか練習し始めたんですよ。で僕が買ったのが BMX ってこうフラットランドってそのまま、なんていうかな、技をしながらこうくる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 回るタイプとか、ストリートっていうやつですね、ジャンプしたりガタガタなところ走ったり、なんかいろいろ種類があってですね、その時わからなかったんで、とりあえず頑丈なやつしようと思って、でぶつけたりなんだしても壊れなさそうなストリートタイプのやつかな、にしていろいろ練習してたという感じです。で前後にペグっていう足を乗せるところが車輪の軸のところについてるんですけども、それで、ウィリーしてみたりとかですね、ジャックナイフしてみたりしながらやったんですけども、まあ結局ですね、技がすごく苦手っていうのがその時にですねはっきり分かったですね。もう足も傷だらけになるし、もうボロボロになっていってでですね、自転車は全然壊れなかったんですけども、僕の方がボロボロになってですね、なかなかこう大変やったです、ね。まあスケボーをやってる友達の隣で、一緒に遊べたらなと思って買ってみたんですけどね、なかなか、大変な、遊びでしたね。はい、でそうこうしていくうちに、またですね、ロードバイクにはまり始めました。いや僕ずっとこうぐるぐるぐる回ってるんですね。同じところに帰ってくるわけじゃなくて、こう螺旋のようにですね、思考がこう渦巻いてずっとこう上っていってるというか、下っていってるというか、まあそんな感じで、で次に買ったのがですね、16代目ですね、ルックの585っていうカーボンロードバイクになります。ルックっていう自転車に初めてここで、乗りました。ヨーロッパやったかな。すごくですね、かっこよくて、もうスーパーカーみたいなロードバイクなんですけど。ちょっとそれでですね、レースに出たろうと思って買ってみました。ほんで、当時行ってた自転車屋さんにサイクリングチームがあって、で、毎週ですね、山の上の湧き水が出るところまで走りに行くというレースじゃない、練習があったんですけども、あまりにも速くてですね、むちゃくちゃ速かったんですよ。全然追いつけなかった。で、
山の上の方にその置いていかれてたんで、あまりにも早くてえっちらおっちら登ってたんですけど、もう僕ボトルも何ももう底を突き取ったんですね。まあ、ちょうど夏やったっていうことで、ほんで帰ってくる時にですね、じゃあ登ってる最中にもう待ちきれたそのメンバーがですね、さーって帰ってきたんですよ。一番上に湧き水っぽいのがあって、そこでみんな休憩してたんですけど、だから帰ってきて帰れたって言ってスーッと見て帰っちゃったんですけど、その時にですね、僕もその湧き水がどこにあるのかも知らないし、山の本当中腹で何もない、自販機も何もないところで一人こうポツッとなってしまってですね、でもう脱水症状みたいになって動かれへんなるしっていう、まあ大変なことをその、まあ、自転車で経験したことがあったんですね。なかなかハードでしたけどね。まあ結局なんとか帰ってきて、自販機にたどり着いてコーラをガブ飲みして、生還したという感じなんですけどね。はい、そんな感じで、ロードバイクにハマっていってました。また再びっていう感じですね。でそのルックに、乗って、まあ、しばらくした時にですね、ちょっとインパクトがあるロードバイクに出会ったんですよ。そのルックってカーボンロードバイクやったんですけども、カーボンとアルミのハイブリッドっていうですね、ガチャンと混ざった、自転車があったんです。それがですね、17代目キャノンデールのシステム6っていうカーボンアルミのハイブリッドですね。でそのシステム6っていうのがフレームのそのヘッドチューブステム周りが専用規格になってて、むちゃくちゃぶっとかったんですよ。あれなんて言ったかな、なんかすごいでかくて、他のステムとは全然こう完成がなかったんですけども、もう、めっちゃバリ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 言うぐらい硬い、フレームだったんです。僕が感じたのはですね。んで、それをですね、乗り回してたんですけども、ひとまずクソ速いんですよ。むちゃくちゃ速くて、で、家出た瞬間からその何もう一こぎ目でパコーンってこう進むぐらいの速さを誇ってて、で前の方はちょっとカーボンなんで、いやちょっとなんかこう柔らかく感じるんですけど、後ろが半分アルミなんで、なんかなんて言ったらいいかな、カチッと進む、踏んだら後ろの方はカチッとしててよく進んで、振動は前の方がこうよく吸収してくれるという不思議な自転車でしたね。ほんで持ってみてもまあ軽くてですね、まあ、びっくりしてたと。でシルバーとブラックのこうツートンカラーやったんで、それもですねメタリックとカーボン の良さがこう相まってですね、非常にこうかっこよい、自転車でした。でそれ乗ってたのがちょうど冬ぐらいになった時やったんで、もう雪の中をですねもう関係なくもうそれで突っ走ってましたね。700の 23C ぐらいでもうどんどん、雪だろうがなんだろうが関係なくロードバイクに乗ってる友達と、一緒にですね、アクティブに走り回ってたという感じですね。はい。踏んでから、まあそんなこんなやってまして、次がですね、まあロードバイクに乗ったらまたマウンテンバイクに乗りたい欲が出てくるんですよ。困りますよね。ロードバイク、サーリーのクロスチェック、ツーリングバイク、なんていうか、まあ、カスタムバイクと言いますか、乗ってたら次またマウンテン欲しくなってきたと。ほんでマウンテンバイクで調べてたらやっぱり気になったのがゲイリーフィッシャーやったんですよね。で、ここでですね、もともとエクスカリバーという車種に乗ってたんですけども、調べたらそのエクスカリバーがだいぶ進化してたんです。なんで、もう一回買おうと思って、買ったのが、エクスカリバーですね。新型エクスカリバーを買ったと。18代目ですね。ゲイリー・フィッシャーエクスカリバー29インチマウンテンバイクのクリームカラーのやつですね。まあこれを買いましたと。なんで、そのクリームカラーのやつはですね、トレイル仕様ではなく、オンロード仕様でちょっと作ったというか、まあ、カスタムしていったんですよ。サーリーのクロスチェックをもういじり倒してたおかげで、ある程度こうパーツを変えるのに抵抗なく自分でこう変えれるようになってたんですね。なんで、スリックタイヤにして、何やったかな、シュワルベのビッグベンかビッグアップルやったかな、29の
2.35 ぐらいの超でっかいスリックタイヤにして、で、いろんなところをこう走り回ってたという感じですね。で、ロードバイクが 23C で、ゲイリー・フィッシャーのエクスカリバーは、まあ、60ミリぐらい幅があるんで、まあ気兼ねなくいろんなところ走れたんですよ。なんで、主にこう通学とか、アルバイト先へのこう移動の時に使ってたり、で、その時はですね、シートポストに掴んで後ろに伸ばす、天板だけのこうリアラックみたいなのがあって、でそれをですね使ってそこに荷物を縛り付けてちょっと軽いツーリングに行ったりとか、なんかそういう使い方をしてましたね。なんで、マウンテンバイクとして、オフロードに攻めに行くというよりかは、こう街乗り用として、マウンテンバイクを使ってた感じですね、うん。でそのエクスカリバーは M サイズを選んだんですよ。一番最初に買ったエクスカリバー、は S サイズやったんですけど、その S サイズの形がどうも僕、好きになれなかったんで、今度は M にしようと思って次は M サイズを買ったという感じですね。まあそれはそれでもルックスがですね、なんていうかな、アルミのフレームやったんですけど、ただのパイプじゃなくてこうハイドロフォーミングっていうのかな、ムニってこう広がったような形状パイプになってて、非常にまあ楽しめたという感じですね。はい。ほんでから、次マウンテンバイク、もうこれね本当ダメなんですよ、ダメなやつ、ダメなやつですよ、止まらなくなってると。マウンテンバイクに乗った次ロードバイクがまた欲しくなってると。でロードバイクなんですけど、もう卒業、大学をもう卒業する時期やったんで、せっかくならですね、カタログに載っている一番いいやつに乗ってみたいと思ったんです。それが、キャノンデールのスーパーシックスというやつだったんです。カタログピライで一番最初の一番ええやつですよ。でチームからリクイガセったかな、その時チームカラーのもので、で、フルカーボンの、もう、オールデュラエースですよ。で、マビックの一番ええホイールつけて、で、自分への卒業祝いということで、それを、まあ、手に入れたんですよ。じゃあもう、小指でこう、ふっと持ち上がるぐらいの超軽量フレーム、超軽量車体になってですね、非常にこう、楽しかったんですが、一つ問題点があってですね、それが、めっちゃ硬かったんですよ。全部がもうカチカチの剛性感で、踏めばもうババーンってロケットのように進むんですけども、ロングライドは非常に僕と相性が悪くて、なかなかですね辛かったと。で50キロぐらい走ったらもう腰痛くて足痛くてお尻痛くて手が痛くて、もうあんまりこうそれ以上はもう走れなかったというぐらいですね、非常にこう剛性が高い、自転車でした。でこれ後々調べてみたら、その時作られてたのは本当に剛性が高いやつやったみたいで、今とは全然違うみたいですね、はい、だから僕その時に、あ、やっぱりレース仕様のプロのやつは合わんのかなと思ってたけど、本当に硬いやつだったみたいですね、はい、という感じで、まあ、軽さはですね別格の軽さやったん で見た目も非常にかっこいい青と白と緑と黒色のこうデザインされたやつで、すごい気に入っておりました。でそれをですね、しばらく乗って、1日ポコーンとこう走って、1日ポコーンと走ってですね、休日を楽しんでたという感じですね。はい、ということで、またお話ししました、その第3弾、今まで乗ってきた自転車、何だったのかシリーズですね。でまた、この次に手に入れたのをがまた一つの転換点となったんです。それがパナソニックやったんですね。このパナソニックにはですね、ヴィンテージパーツをつけて、楽しんでいったという感じでございます。はい、では、今回はですね、この辺りで終わります。どうもありがとうございました。雑談でした。はい。